どうもフィッシャーズシルクです。吉田です。ナホ元木ザカオ。今日使うのはこちらクラッカーボール。でれれれ、うわーやばい。これ昔駄菓子屋とかでさ、人30円くらいで買った。そうだね。こちら投げると爆発します。壁にポンって当てたり床にポンって当てたりすると音が鳴る。あれこれはお、まさか完全にお前だ。お、俺やないの。完全にお前じゃんこれ。ザカオボールやな。ザカオボールではない。ドン。なんでしょ。神様のやつだ。ちげえよ。ポケットショット。あの鉄が入ってるんですよこれ、うん、鉛みたいな。これでやるとちょっと危ないので間違いない。これではなくてそれに変えるっていう。クラッカーボールに。だから音だけ迫力あるよってだけ。そうだ。なんかボールコンみたいなのがいっぱいある。この壁に当ててくださいねと言わんばかりの場所にクラッカーボールをこのパチンコショットで打ってバーン。え、面白い。クラッカーボール入れて、うん、こう持ってうんって引っ張って。なるほど。これとポンって出てる。あ、出てきた。ほんとこれ一個一個が音鳴ると。コロコロ入った。奥にありますね、カラフルなやつ。うん。ってことでですね、あとはここを引っ張って打てば OK。 いや、さすがに俺の顔の方がでけえわ。クラッカーボールね、僕たちが小学生の時ね、こればっかり遊んでたんだよね。これ駄菓子屋に30円でさ。そうなんだよね。そう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 。で、これでずっと遊んでたっていう記憶があるね。あ、クラッカーボーラーだ。クラッカーボーラー、なんだい。気さくだね。ボーカークラッカーボーラー。これなんか心くなるなんか昔もあった気がする。さあさあ、ということでですね、やっていきましょうか。こう持ってそうパンパンいきます。ちょっと違う。もう破裂させないよね。ビフォー、ビフォーはアフター。ビフォーはじゃなくてビフォーは3 2 1 3 2スイッツーワン。何これ。ワンでしょ。スイッツーワン。俺はアリの胴体と頭を見上げて打ち取ることができる。ワン。おいお。まあよかった。ゴムの音の声ですね。やめてそういうの。面白いね。面白くねえよ。わっ。ナンバーワン電車。よっしゃ行くぜ。うん。ありがとう。説明欄の方にも Twitter、まあ、これもあります。チャンネル登録よろしく。せーの、アウー。